こんにちは、宇治天然温泉源氏湯です、これは当店夏のおすすめの、ハモ御膳になります、これがハモの、落としですね。ハモを湯引きして、お作り風に、仕立て上げたやつです。それから、これがハモの天ぷらになりますね。そして、お味噌汁がついて、あとこのハモの釜飯ですね、ハモの釜飯っていうのがあります。これはね、ちょっと日が消えるまで、待ってふっくらしたい食べてから食べた方が美味しいということで、僕自身もちょっと待ってますね。こういう風に豪華な御膳になってます。やっぱりね、夏はこうハモ、京都といえば、ハモということで、このハモをふんだんに使った、御膳になってますね。当店に来てちょっとこの夏どういうものを食べたらいいのかって迷ってる方は、このハモ御膳、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。これやっぱこのハモの落としが一番美味しそうですね。海鮮もいいですね。これは梅肉ソースになりますね。この梅肉で、ね、ハモ食べていただくっていうのがハモの一番美味しい食べ方ですね。ぜひ当店でこのハモ御膳楽しんでいただけたらと思います。以上です。